するしか能のない団長、また自分だけ生き延びたのかい。でもエルヴィンの分隊はまだ死人を出してないんだって。団長変えちまえばいいのにね。特別な選ばれし者、キースさん。カルラ、この子は？エレン、男の子です。やっぱり便りは届いてなかったんですね。夫も心配してました。ああ、すまない。このまま死ぬまで続けるつもりですか？もうこんなことは。なぜ凡人は何もせず死ぬまで生きていられるかわかるか。まず想像力に乏しいからだ。その結果何も成し得ず、ただクソを垂らしただけの人生を恥じることもない。偉業を成し遂げること、いや理解することすら不可能だろう。そのわずかな切れ端すら手当たり次第男に愛想を振りまき酒をついで回るしか取り柄のないものなんぞには決して。そう、凡人は何も成し遂げなかった。エルヴィン、団長をやってくれるか。特別な人間はいる。ただそれが自分ではなかったというだけのこと。たったそれだけのことにどうして気づけなかったのか。